イパワーの中村です。やってきましたミリタリーウェアハウス。本日はヨーロッパアメリカ合算便です。パレット数で言えば30以上ですね。結構な物量あります。しかもラインナップも充実してます。見応え十分だと思いますので今からご紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、早速ご紹介していきたいんですけども、本日のコーデになります。本日は9月4日です。9月のね1日にありがたいことにワイパー YouTube チャンネルは10万人を突破しました。ありがとうございます。昨日ミリステで豪華景品を発表したんですけど、まあこの動画公開の時はもう終わってるかもしれないですけどね。で本日のコーデご紹介させていただきます。もう今年の夏販売したアイテムですね。ほぼ全てがニューエラベッチュ第2弾、そしてオープンカラーシャツワイパーインクで OG107 ユーティリティパンツのナチュラルですね。で今年の夏販売しました ID ブレスにナバルウォッチの別注、もうまさに今年の夏を象徴するようなアイテムで組んだコーディネートでございます。はい、で、本日一発目にご紹介するアイテムはこちらですね。はい、オーストリアの M65 ジャケットがなんと今回1100枚、ニアニュー全部デッドストックだと思います。入荷しました。やっぱオーストリアといえばゴアパーカー、パラトルーパーと続いてどんどん入手困難になってきてますんで、まあ先手を打つという意味でもこの6号ジャケットも絶賛仕入れ強化中で今回1100枚ですね。あのユーズドデッドともにサイズ掛けもちらほら出てきているので、今回欠品サイズがリストックされると思います。やはりこの6号という名前つけてるだけあってね、米軍の M65 フィールドジャケットとディテールが似てますね。ただやはりこの色味ですね、オーストリア軍にしか出せないこの独特の色味が特徴じゃないでしょうか。まあ、あと6号ジャケットはもうなかなかサイズも状態も選べないようになってきてますんで、このオーストリアならまだまだデッドストックでサイズも選べちゃうし、コストパフォーマンスもかなりいいアイテムになってますので、これを機にマイサイズぜひチェックしてご検討ください。はい、続きましてこちらですね、ドイツのアイテムの中では結構トップクラスに人気の高いアイテムがリストックしております。まずはこちらですね。はい、ドイツのブルーヘリンボーンのワークパンツ、これはもうわずかに40本弱ぐらいの入荷ですね。はい、これ何度かお伝えしておりますけど、やはりこのヘリンボーンのね生地感がやっぱり古着だったらたまらないですよね。でドイツのものは結構いいフェードが出るんです。だからまあ個体差ありますけど、これはまだまだ色が残ってますね。でこっちになるともうだいぶ色がもう水色ぐらいになってしらけてきてますね。でこれがまだその中間ぐらいですかね。こんぐらいの色合いが私個人的には一番好きですけど、まあ私も持ってますけど、という感じでこの経年変化が楽しめるのがこのパンツの売りでございますし、まあ年代も古いのでこのバッグのディテールなんかもねサスペンダーで吊るせたりもしますから、ファッションアイテムとしても幅が広がると言いますか、まあオツなスタイルができるんじゃないかなという感じのパンツがわずかに40本ぐらいですね。今60とか62って極端に大きいサイズしかないので、おそらく今回いいサイズが、まあ、52とかですからね入ってくると思います。リストックの通知を楽しみにお待ちください。そして同じシリーズで今度はカバーオールですね。素材は全く一緒でカバーオールタイプのものがこちらは500本入荷します。よいしょ。こちらも先ほどお伝えしたように色味の差はユーズドなんでありますけど、まあ、その経年変化が楽しめるという意味ではすごい魅力的なアイテムですね。でこれはディテールがですね、フロントがこうやってジップのものとボタンのものがあるので、これはね入ってきてからじゃないと分かんないですよ、検品してみないと。あーなんでこれそうですね、はい、こんな感じでフロントボタンのやつと2種類あります。で商品ページも綺麗に分けているのでお好みのタイプを選んでください。まあけどこれやっぱり今見るとなかなかパンツはもう入ってこなくなったんで、このカバーオールが今回500本入荷してますけど、もうリメイクとかでジャケットパンツみたいなの作ってもいいかもですね。しかも結構状態がいいやつというかやれ感が出てるやつをピックしてやるのもいいと思います。まあなんでね、オンラインの場合はまあ届くの、どんな色味が届くかなもうお楽しみで、店舗でご覧いただける方はお好みの色を選べるというのが実店舗の特権かなと思いますので、ぜひお越しいただいた際はそちらもチェックしてみてください。はい、続きましてこちら小物が続きますね。サスペンダーがまずは、チェコのものですね。これ絡まってる、はい、いやこのチェコのものはこのグリーンとブラウンのバイカラーがアクセントになりますね。でしかもめちゃくちゃコスパいいです。めっちゃお手頃価格なんで、サスペンダースタイルやったことないよという方はね気軽にチャレンジしていただきたい。本当にサスペンダーベルトじゃなくてサスペンダー選ぶだけでかなりこなれ感といいますかおしゃれに見えますからね。まあトップス T シャツシャツでベルトじゃなくてサスペンダーでするだけでもいいと思います。ぜひチャレンジしていただきたいなと思います。チェコですね、リストック。そして、こちらは今嬉しいんじゃないですかね、欠品中のドイツのサスペンダーですね。
こちらになるとこの Y 字のところがレザーになってますんで、ちょっと高級感は出ますね、チェコのものに比べると。なんでまあトラウザーとかジャケットスタイルの時にも使えるようなサスペンダーとなるとこっちかな、カジュアルに決めるのはこのチェコかなって感じで300、300入荷してます。そして嬉しいリストックですね、こちらフランス軍のオープンフェイスのベルトが200本ですね今回は。ただこのねベルトはあのもうちっちゃいサイズしかなかなかユーズドで出てこなかったんですけど、今回デッドストックで結構いいサイズでした。私腰回り余裕が若干出るぐらいなんでね、そうですね、いいゴールデンサイズだと思います。でやっぱね米軍のベルト、高知系のウェブベルトがもう出てこないですよ実物は。でヨーロッパもので実物で出てくるベルトといえばやはりもうこのフランスのオープンフェイスが筆頭株かなと個人的には思っています。ただお伝えしたように状態が良くていいサイズのものはなかなかもう今難しいので、長い目で見てもちょっとストックしてほしいなと。フランスの521のだったり47カーゴ、ワイパーインクもたくさんリプロダクトしてますけど、あえてフランス軍の実物のベルトをそれにするなんていう粋なコーディネートをしていただけるとすごく嬉しいです。ぜひこれを機にご検討ください。はい、続きましてこちらですね、これ珍しいですよ、まあ、今回アメリカ便合算ですけど、これヨーロッパの荷物の方に入ってた米軍のトレーニング T シャツですねが200枚入荷しました。これはもうご存知でしょう、リメイクしたりとかベートーベンのプリントを入れたりとか、もう元ネタが尽きてしまったので継続してできてないんですけど、希少なリストックになります。しかもデッドストックで、今回はねこれスモールとミディアムがおそらく200枚中割合多いと思います。ただこれ M サイズなんですよ、なんで通常の M とかよりも結構身幅大きめなんで、わりかし L 相当ぐらいで十分着れるサイズ感なんで、ちょっと M という響きだけで経営している方は S、M 含めてサイズスペックをぜひご確認いただきたいです。もうなかなかデッドストックで綺麗な状態では手に入らなくなってきているトレーニング T シャツのアイコン的存在ではありますので、ぜひぜひこれを機にこのリストックのチャンスお見逃しなくご検討ください。はい、続きましてこちらですね、珍しいネタが入荷しました、新ネタになります。こちらですね、ドイツの消防服の多分トレーニングウェアだと思うんですけども、ハーフジップのスウェットが入荷してます。約170点ですね。こうファイヤーウェアなんでしょうけど、英語で言うならフェアウェアみたいなドイツ語の表記でしょうね。ただ可愛いですよ、このネイビーの、まあユーズドなんですけど、このネイビーの汗た感じと丈短め、まあサイズによっては身幅がちょっと広めに取れるこのシルエットでハーフジップですね。最近スウェットなんかもハーフジップネタ結構じわじわと来てる、しかも結構 YKK のこのサイズ感大きいものなんでちょっとインパクトのあるかなと。なんでこれ私もね、このナスコンのいいですね、いい感じのナスコンのやつもありますから、サイズが合うやつがあればぜひこれちょっとシルエット的に今っぽくハマるんじゃないかなと思ってますんで、スタイル提案できればなと思っております。オンラインでの販売ないので、この消防、ドイツの消防ネタなかなかないと思いますんで、このハーフジップのセットオンラインでの販売を楽しみにお待ちください。はい、続きましてこちらですね、これはもうドイツのシューズといえば、まあジャーマントレーナー、パイロットシューズありますけど、同じぐらいうちでは定番になりましたドイツのレザーサービスシューズが今回300足入荷しております。これは定期的にうちが行っておりますスペシャルオフォアシリーズでですね、ご紹介するためにご好評いただいております。カジュアルに履ける革靴という感じで、まあなぜかと言いますと、このやっぱこのトゥーのスクエア型でしょうね、ポテッとしたこのシルエットがなんか可愛い、なんでカジュアルに気軽に履ける、まあただレザーですからね、ちょっと一回メンテナンス入れてやればすごく見違えるように綺麗になると思いますんで、まあこれドイツ軍あるあるですけど、パンチングが穴が開いてますね。ジャーマントレーナーでも有名ですけど、放出される際にこのように処理がされることがあります。なんで個体によってはここに穴が開いているものも含まれますけど、まあユーズドなんでご了承ください。まあただ気軽に履き潰してまた買い替えるなんて方もたくさんいらっしゃるぐらい、汎用性の高い靴になっておりますので、これを機にぜひマイサイズをチェックしてご検討ください。はい、続きましてこちらですね、こちらリストックの方になります。東ドイツ軍の NBA レインコートですねのこのオリーブの方がまずはリストックで100枚入荷しています。でこれと同じディテールで多分こちらが陸軍だったのかな、海軍バージョンですね、海軍バージョンのネイビーがこれは新ネタで200枚入荷しました。って言いますのもこのゴールドのアンカーボタンですね、これは間違いなく海軍のシンボルマークなので海軍のやつでしょう。まあディテールとしてはステンカラーコートのディテールなんですけども、 PU がポリウレタンが中に貼られているので、雨が降った際に水の侵入を中まで入らないように防ぐというような形ですけど、やっぱヨーロッパ、フランスもそうですけど、ユーロサープラスのレインコートはおしゃれですね、ディテールもデザインもシルエットも。なんでこれとか特に
新しいんですけど、やっぱ最近コンブレでこうネイビーにゴールドボタンっていうのがすごく新鮮で、個人的にはいいなと思ってるので、こんなおしゃれなレインコートありますか？なかなかないと思いますんで、これを機に、まあオンラインでの販売ちょっとお時間いただくかもしれないですけど、ドイツ、東ドイツ軍の海軍のレインコート、オンラインでの販売を楽しみにお待ちください。はい、続きましてベルギーの新ネタですね。珍しいですね、これ直訳ちょっとここら辺の文字をすると、ベルギーの空軍パイロット向けに作られたジャケットのようですね。ただあんまり見ないですね。しかもフランスの T4 を思わせるようなこの説明書すごいですね。まあハイスペックなんでしょう、おそらく素材だったりいろんなことが書かれてると思います。それぐらいハイスペックなナイロンのジャケットですね。デザインとしては6号ジャケットのようにフロントが4ポケではないですね。胸元ベルクロ2つとウエストに大きめのポケットが 2つですね。ただこれは上からの差し込みとサイドがハンドウォーマーで横からもいける形になってますね。で結構このフランス軍の昔にありそうな大きめのビスロンで嬉しいダブルジッパーでした。でこのご覧の通り今ナイロンのねリップストップの格子が大きいですね。くっきり米軍のやつってちっちゃいんですけど、かなり大きめのナイロンストップ、あリップストップの生地で二重なんですよ。なんかトモ生地かなと思いましたけど、これ違いますね。ポリとちょっとコットンライクな感じの異素材での、ただ中もリップストップですね。おそらく機能性高いこのナイロンの機能性が素材としてはいい素材なんでしょう。で結構ね今 XL と 2XL、 3XL かな、結構大きめのサイズが今のところ目立ってます。今回200枚入荷なので、ちっちゃいサイズがあればぜひこれもねシルエットを皆様にルックブックでご提案したいと思います。まあ、何よりオンラインでの販売を楽しみにお待ちください。はい、続きましてこちらですね。これはおそらくこの公開日があれですけど、ちょっと前にうちの安武がですねリメイクでアイテムご紹介したものになりますの元ネタですね。ドイツの東ドイツのワークパンツが、わずかに30本ですね入荷しました。これは珍しいですね。ブラックですね。ドイツ軍で黒のパンツってなかなかこのコットン素材のものではないような気がします。でワークパンツのディテールで本来はこう貫通ポケットなんですね。上から履くようなので、でこのカーゴは生きてるんですけど、ちゃんとトモ生地の。でこれをリメイクしたポイントがポケット生地、あの中もつけてウエストにベルトループをつけてドローコードもつけて縛れるようにしてる感じなんですけど、まあ今のこのまんまでも履けないことはないです。だからオーバーサイズのサイズを選ばなければ全然ありなんです。で多少の前後はこのウエストの部分がゴムになってますんで、やっぱこれはこの雰囲気でしょうね。あのロシア軍のあのエアホースのジャケットにも近い、ちょっとこうスミクロっぽいこの色味がすごいかっこいいと思います。なのでこれもちょっとフェードしていくとさらにかっこよくなると思いますんで、今サイズ欠品しているものもあるので、これを機にマイサイズチェックしてぜひご検討ください。おすすめです。はい、続きましてこちらですね。ユーロサープラスの荷物の方では私個人的に今回メインですね、こちらチェコの60年代のプルオーバーシャツですね。今オンラインで販売中のものが1500枚入荷しました。これおそらく M21 の、まあ、前期といいますか年代の古いやつのディテールがこのプルオーバーだと思います。でこれ1966年ですもんね。やっぱちょっと前に M21 リメイクしてそれも染めたりしてご好評いただいておりますけど、すごくないですか M21 ですよ。だから100年以上前から、まあディテールは変化しつつも今もあの在庫がある個体ということで、なかなかのヴィンテージですよね。まあけどこっちのプルオーバーのタイプ、やっぱこのね生地の質感がやっぱ全然違いますね。ちょっとこうくっきりしてますもんね。だから古い、見るからに古い生地だなっていうのがすごい伝わってきます。で今37から40ぐらいまでのサイズは多少あるんですけど、それ以上上のサイズが全て欠品中なんですよ。なので今回1500枚こちらのディテールの方ですね、60年代の方入荷してますんで、待望の大きめのサイズがひょっとしたらリストックになるかもですね。まあこういった形でちょっと個体差で色味が違ったりボタンの色が違ったりしますけど、まあ全てデッドストックです。まあどれもぶっちゃけこっちの色味でもこっちの色味でも全然ありですね。可愛いです。まあなんで、あいいですね、43とかのサイズが、大きめのサイズが入ってますんで、このサイズとかグランパシャツっぽく着れるこの感じすごくいいと思いますね。裾がラウンドしてるここのプルオーバーのディテールを覚えててください。そしてですよ、60年代から次は70年代になったらこのディテールになりますね。76年、これが一番今のうちのストック状況としては在庫があるもので、これを大好きなんでバンドカラーにして丈をストレートにさらに短くしているリメイクシリーズ大好評いただいております。でそれの黒染めもあります。でこっちのタイプが
600枚近くですね入荷してますんで、合わせて、1500近く今回入荷してます。あ、2000か、2000近く入荷してますね。まあ、これも今大きめのサイズか、まあ、前後がどっちか欠品になりそうになってたんで、ちょっと長めで見てもこれはリストックしておきたいなということで、70年代ですね。でさらに同じ21でも今度は90年代になると、もう素材がポリっぽいですね。ちょっともう質感色味も全く別のものになるかなって感じで、まあ、後期といいますかね、前期中期後期と今の時点でのワイパーのストック状況でいうとなりますけど、やはりこの100年以上続くこの M21、まあ、あるうちに、特にこちらの60年代のものはもうなかなかないかなと思います。でこちらに関しては絶賛リメイクのもの、リメイクしたものを黒染めにしているものも販売中なので、これを機にぜひぜひオンラインでチェックしてみてください。私も個人的に愛用してますけど、めちゃくちゃ使える1枚だと思います。一押しです。はい、ここからがアメリカ便になりますね。でアメリカ便の先頭はこちらです。待望のリストックじゃないですかね。 US エアフォースの PTU フィジカルトレーニングユニフォームジャケットデッドストックですね。でこっちはあのフードの中に、あ、スタンドの中にフードが入ってるタイプの方ですね。で220枚入荷してます。これはもう一気にね、アーミーに次ぐアイコンになりそうなぐらい、ここ最近市場ではかなり人気が上がってます。で欠品サイズもやはり今多いので、今回のリストックで220枚、ミディアムから XL のショートとかいいサイズおそらく入ってると思いますので、楽しみにリストックをお待ちください。はい、続きましてこちらですね、先ほどの PTU に続きまして、米軍のトレーニングウェアシリーズより APFU のジャケットですね。アーミーフィジカルフィットネスユニフォームですね。まあ、こちらもね、実は最近じわじわと、まあ、ユーズドでしか最近出てこないんですけど、入荷しては結構いいサイズは完売を繰り返してます。なんで現状今のところですね、ミディアムより上のサイズはほぼ欠品なんですよ。で今回70枚入荷したんですけど、はい、これラージレギュラーなんで今欠品中の人気サイズですね。なんでこの70枚の中に人気サイズがたくさんあることを私も強く願いますし、まあ、比較的最新のネタではありますけども、この黒にイエローの V のラインがね、あの今までにはない、こう良くも悪くもミリタリーらしくないと言いますか、ストリートファッションチックなこのデザインが個人的にはすごい好きです。で着やすさもあるので、ぜひぜひこれを機にトレーニングウェアシリーズたくさん持ってる人いると思いますけど、 APFU もぜひご検討ください。はい、続きまして米軍のトレーニングウェアが続きます。先ほどご紹介した APFU の今回はパンツですね、80本入荷してます。まあ、こちらもシンプルイズベストですね。シャーリングのウエストで、まあ、紐で縛ることができるので比較的融通も効きます。ただ APFU から進化したというか変わった決定的な違い、一重ですね。こちらは APFU はあの裏にメッシュが貼ってあるんですけど、こっちは一重なので、まあ、比較的涼しく履けるかなという、着用期間で言えばワンシーズン長くなるかなという状況です。まあ、あとはもうシンプルイズベストですね。このロゴがデザインのワンポイントになります。で裾は同じくシャーリングゴムで少し絞ってあってジッパーで開閉ができますんで、シューズを履いたままの着脱も容易にできるという形ですね。そして続きまして同じく APFU で、はい、トレーニングショーツの方が今回300本入荷しました。これはまあシルバーのね、リフレクティブのプリントが入っている方が知名度は高いと思いますけど、その後継モデルとなります APFU。 ただこれの意外と知られていないポイントはここね、サイドね、実は素材で切り替えが入ってるんですね。このでこれがめちゃくちゃストレッチが効くんで、まあ、屈伸した際というか、まあ、ガチでスポーツで着用する際はこれが地味に効いてきますね。でやはりこのトレーニングウェアシーズンには欠かせないコインポケットがこちらもついてます。はい、であと一つこれあるあるですね。今までのトレーニングショーツってこのインナーはブリーフタイプだったんですよ。結構緩めの、だから必要ないかなって思う方多いと思うんですけど、この APFU はこのボクサートランクスタイプの、しかもこうタイツのようにかなりタイトになってくるので、かなり履いた時にしっかりこうホールドしてくれる感じはありますんで、そこが大きな違いですね。はい、で私個人的にこっちの方で履く時、履いてランニングする時の方がぶっちゃけ結構ランニングはしやすいですね。なんでこうガチトレーニング向きの人で言うと、こっちの方が私は個人的には推しかなと思いますんで、これを機に今ならサイズ揃ってますんで、ぜひ商品ページチェックしてみてください。おすすめです。はい、続きましてまだ米軍のトレーニングウェアシリーズが続きますね。すごいですね、最近ラインナップが充実してます。はい、 APFU の次は T シャツですね。やはり先ほどご紹介したショーツとロングパンツに合わせるならこの T シャツ相性抜群です。まあ、このデザインの特徴はもちろんイエローのアーミーですけど、このネームパッチがこの右の裾のところについているのが、まあ、新しい、目新しいですね。まあ、なんでユーズドで放出されたらこうやって個人の名前が入っているものも珍しくはないです。マイサイズ、これちょっとね、今までより身幅が若干ちっちゃめになるんで、上
のサイズを選んだ方がいいかもしれないです。個人的には上のサイズを選びますね、これだったら普段のサイズよりも。そして嬉しい嬉しい、先ほど PTU のジャケットのデッドストックをご紹介しましたけども、パンツも入荷してます。ただパンツはもうわずかに今回20本ですね、デッドストックです。やはりこのエアホースのトレーニングのボトムスのやっぱり利点というか特徴は、この V のラインが下に入るのが特徴じゃないですかね。あのスウェットパンツも後ろに入ってますよね。あれを見るとわーってテンション上がる人多いと思いますけど、同じくナイロンシリーズも足元にこの V が入っているので、リフレクティブのパイピングのラインが、これがかっこいいですね。これも結構今回20本なんですけど、大きめのサイズで入荷してます。まあ、ただオーバーサイズで履いても裾はシャーリングされてるんで、ある程度2サイズオーバーぐらいだったらいけるかなと思いますので、ぜひぜひ前向きにご検討いただければなと思います。はい、続きましてこちらですね、米軍のランドリーバッグが約1000点入荷しました。まあ、これはまあその名の通り、あの洗濯物とか入れて使うんですけども、この生地感がいいんですね。やっぱりこのやれた OD のコットンの生地がやれた生地感が、なので、まあ、過去にはリメイクものでここからショーツ作ったりジャケット作ったりとかしてます。だから、まあ、今回1000点入荷してますけど、実際にランドリーバッグとして使ってくださいっていうよりは、もうリメイクのネタだったりも見越して今回たくさん仕入れました。なんで今後ね、ここから派生して別の形になって皆様にお届けするアイテムも出てくるかと思います。まあもちろんこのままでももちろん使えます、気軽に使えると思いますんで、お手頃な価格になってますんで、これを機にぜひチェックしてみてください。はい、続きまして米軍のダッフルバッグですね、ちょっとミックスで約250点入荷してます。まずはこちらダブルストラップコーディラナイロンのダッフルバッグですね。昔のタイプはこのストラップが付いてなかった、これの前身モデルですね。おそらく使い勝手が悪かったので、肩にからえるようにという形でバックパックのようにからえる形になったディテールのものですね。ただ横持ちもできるんですよ、2way ですね。はい、でやはりこのセンデニールのコーディラナイロンですね、これが素晴らしい。まあ、なんでこれもリメイクして、あの違うバッグにしたりしてますんで、過去のリメイクぜひご覧ください。でどんどん進化していくコーディラナイロンダッフルバッグシリーズの最終形態ですかね、今のところ。このトランスポートダッフルバッグですね。今ちょっと形が悪いんであれなんですけど、先ほどの手持ちと肩にからうバックパックスタイルですね、それもあるんですけど、やはり要望が多かったんでしょう。普通に横開きしてジッパーで開閉ができるようになってますね。なんでより使い勝手が良かったです。今まではやはりもう上しかなかったんで、あの筒の形になっているんでね。ただまあ使い勝手が悪いなということで、こうなるとやはりすごい汎用性の高いバッグにはなります。まあとはいえ非日常的な積載量というか、中に荷物詰めない限りはパンパンにならないんですけど、これをあえて使ってほしいなと私個人的に思います。あとこれあるあるなんで言っときますけど、このどうしてもね、この年代のナイロン系は中のね、この加工がちょっと劣化してね、ちょっとベトベトしたり匂いがしたりすることもあるんですよ、ユーズドのやつは。やっぱどうしてもこれは避けられない。こういうのは重曹だったりアルカリ性の洗剤で洗って天日干しをするとだいぶ落ちますんで、あの今持っているものがそうなっている方はぜひそうやって対応していただくのと、まあ、ユーズドどうしてもね、先ほどお伝えしたような症状のものもあると思いますんで、お手数をおかけしますが、そういった重曹水だったりアルカリ性の洗剤で洗うことをお勧めします。ぜひチャレンジしてみてください。はい、続きましてこちらのバッグになります。先ほどダッフルバッグを2種類紹介しましたね。あれは陸軍のものになるんですけど、こちらはエアーホース空軍ネタですね、フライヤーズキットバッグがわずかに10点入荷しました。ただこれ嬉しいことに、こちらナイロン製の方ですね、今オンラインではキャンバスのユーズド販売してるんですけど、状態めちゃくちゃいいナイロン製のものです。これは久しく入荷はなかったですね。先ほどお伝えしたようにコーディラナイロンのセンデニールですね。けどマジで状態がいいですね。ちょっとステンシルとか入ってたんで、まあそれはそれで味としてはかっこいいんですけど、お伝えしたようにダッフルバッグ系、陸軍のダッフルバッグ系に比べると、このエアホースネタはかなりあの流通量が少ないんです。だからこのナイロン製に関してはずっと入荷なかったんで、久しぶりの入荷ですね。わずかに10点なので、オンラインでの販売開始早々になくなっちゃうかもしれないので、探してたよという方、もしくはダッフルバッグが好きな方は、この正方形でちょっと大容量のこのサイズ、エアホースネタかなりおすすめなので、ぜひぜひ楽しみにお待ちください。はい、続きましてこちらですね、先ほどフライヤーズキットバッグ、エアホースのネタを紹介しましたけども、やはり米軍のバッグといえばヘルメットバッグ、人気のカテゴリーの一つですね。こちら久しぶりに HGU の、56P の方ですね、 56P のユーズドがわずかに5点入荷しました。ちょっと前にアパッチのもっと大きいやつがデッドで入荷したんですけど、あれやはりね、探してる方が多かったようで、すぐ完売になってるんですよ。でこちらのユーズドの 56P の方も
これもかなり久しぶりの入荷なので探している方多いと思います。やはりコレクターアイテムとしてヘルメットバッグはかなり人気高いです。で、程よいサイズ感なので、まあ、日常使いにも最適かなと。ショルダーとしても使えますね。なんでこれを機に、まあ、こんな感じでユーズドなんですけども、色味が全然違いますね。もうだいぶ抜け切っているものからまだまだ経年変化が楽しめそうなものと、まあ、個体差ユーズドなんであると思います。まあ、わずかに5点の入荷になりますので、オンラインでの再入荷、まあ、もしくは商品ページが古いので新しくリニューアルするかもしれません。オンラインでの販売を楽しみにお待ちください。はい、続きましてこちらですね。やはり新世代キングオブアウターといえばレベル7と最近私言ってますけど、そのレベル7ジャケットのセットアップついとなるパンツですね。レベル7のパンツが60本逆入荷してます。こちらはですね、ジャケットに比べると知名度まだまだ低いと思いますけども、ジャケット同様かなり防寒性高いです。私これセットアップで着たことあるんですけども、暑すぎますね。かなりハイスペックなので、本当にアウトドアとか釣りとかそういうシーンで着用がめちゃくちゃベストだと思います。あとバイクに乗る方ですね。で、意外とこのシルエットはなんかずぶといんですけど、ファッションアイテムとしても成り立つぐらいの綺麗なシルエットになります。綺麗というか、まあ太いのは太いんですけど、かっこいいなって感じになりますので、ジャケット持ってるよ、もしくはアウトドアキャンプなんかされる方で防寒性の高いパンツ探してるよっていう方はめちゃくちゃおすすめです。これもね、昔に比べるとあんまり出てこなくなりました。サイズも状態もいいものも考えると、なんで前向きにご検討ください。そしてやはりご紹介したキングオブアウター N3B から次はレベル7じゃないかなと言われております、このレベル7のジャケットですね。今回これも同じく60枚入荷しました。ただこれはこういうアメリカ便でもう10枚とか4枚5枚とか地道にストックを今貯めてってます。なんでね、ある程度数がまとまったら皆様にお届けできるかなと思いますので、今年の秋冬あたりひょっとしたら実物のレベル7の販売があるかもしれません。で、今回はサイズも結構いいサイズ MR ですねありますんで、やっぱ私たちもこれワイパーインクでたくさんリプロダクトしてます。それぐらい名作なので、やはり実物の魅力というのは、まあ、勝てないですよね。なんで実物でレベル7探してるよという方は最近多分見かけなくなってきてると思います。サイズも含めて、で値段も年を追うごとに上がってきてますんで、ワイパーが次オンラインで販売をするときラストチャンスと思って前向きにぜひご検討いただきたいなと思う名作なので、楽しみにお待ちください。はい、本日ラストにご紹介するアイテムはこちらですね。もうアメリカ便になくてはならないものにはなってますというか、そうするようにしてるんですけど、今回ベグのジェネ3のフリースが3000枚入荷しました。これはもうくどいように言いますけど、今世界で一番あるんじゃないかなというぐらい、ここ福岡にぐらいのストックの数になってきました。もう1万以上ですね。2万に届くか届かないかぐらいです。で、まあ、これはもう長い目で見ても絶対名作になるであろうということで、前もって絶賛仕入れ強化中です。なんでひょっとしたらですよ、今回のヨーロッパ便でアメリカのものが出てきたみたいな感じで、世界どこにもないのに日本の福岡からこれがたくさん出てきたみたいなことが将来ニュースになるかもしれない、巷で業界ではですね、ぐらい、まあ、デザイン性品質もともにバランスが取れて名作だと思います。まあ冬、今オフシーズンですけど、冬に向けてマイサイズを事前にチェックしておいてほしいなと思います。ワイパー絶賛仕入れ強化中で各サイズストックしておりますので、まあ定期的にスペシャルオファー等もしておりますが、今年もできる限りやっていきたいなと思いますので、楽しみに、その機会があればぜひ前向きに即決していただいて、いい名作だと思いますので楽しみにお待ちください。はい、ということでチェコの M21 ユーティリティシャツを着てみたんですけど、これはリメイクバージョンです。本日入荷したものはこの襟がついて丈が長いんですけど、絶賛オンラインで販売中の襟をスタンドカラーにして丈を短くしたやつですね。これ私私物で持ってたので今日に合わせて持ってきました。なんで元ネタもこれを機にご検討いただきたいですし、その襟がないこちらのリメイクタイプが気になるよという方はぜひぜひこちらもご検討ください。ちなみにこれを黒に染めた黒染めバージョンもあります。なんで3つ今発生してますから、個人的にはね、今秋口春先ちょうどいい感じでシャツとして着れると思います。重宝する1枚になると思いますので、ぜひぜひご検討ください。はいはい、ということでシモンには1960年代のチェコのプルオーバーグランパシャツ着てもらいました。はい、着てます、はい
サイズは？サイズは39です。39ですね。割と着丈は長めな設定でプルオーバーだけど、この下の幅が広いのが結構新鮮だなって思います、うんうん、ですね。さあ動画の中でもお伝えしましたけど、おそらく M21 の前期に当たるものだと思うんですけど、サイズ感が39で、それ結構身幅広いですね。結構広いです。70年代のもののサイジングよりもかなりオーバーサイズ気味というか大きめに作られてる気がします。それは袖は割とジャストなんで、ですよね、このぐらいの身長で合わせてた服かなとは思います、うん、はいはい、なるほど。可愛いですね。これに関してはやっぱ竹とかはもうラウンドのまんま長くグランパシャツっぽく着るのがすごく可愛いと思います。おすすめです。はい、はい、はい、ということでレンにはレベル7ジャケットを着てもらいました。はい、サイズを教えてください。サイズは MR を着用してます。 MR、 はい。そして合わせたパンツは、パンツは SXS、 ブラック357ですね。はい、すごいね。身長180センチでスモール XS ショートがああいう丈感になるのは初めて見ました。そうですね、丈もちょうどちょうどアンクル丈ぐらいになるんだ。はい、かっこいいですね。それはそれで MR も着丈もちょうどで、はい、身幅もちょっとゆとりあるぐらいで、やっぱそうですね、やっぱオーバーサイズに仕上げられてるのを痛感しましたね。身長180で MR でこの丈感ですからね、はい、身幅にも余裕ありそうだし、まあ、ただこのね、もうこの中聞くのもあれですけど、防火性は間違いないと思うので、もう間違いない今ただし暑いから、ただ暑いだけになってると思いますけど、冬場は絶対重宝しますよ、はい、軽くてあったかくて、もう冬場は絶対、はい、今は着たくないですね。ですね。なんでワイパーインクのレベル7も、まあ、まあ引きは取らない自信はありますけど、やっぱ実物となれば唯一無二ですけど、やっぱサイズ感ですね、気をつけてもらいたいのは。 MR で180で着れちゃうから、はい、これは参考になると思います。まあレンはちょっと痩せ型ではありますがね、はい、サイズの参考になると思いますので、ぜひチェックしてみてください、はい、お願いします。はい、はい、ということで7にはドイツのヘリンボーンのカバーオール着てもらいました、はい、着てもらいました。これね、融通あったんでちょっとサイズの印字がもう消えちゃってたんですよ。おそらく46だと思います。一番ちっちゃいサイズですね、今展開している中では。だけど7回ロールアップしてますですよね、うん、7っぽいイメージなんですよ、こうカバーオールは、ね、イメージ通りですかね。ですね、こうワークスタイルというかアメカジスタイルにもハマる。まあやっぱりね、はい、ヘリンボーン、ネイビーのヘリンボーンがフェードしてるのはファッションアイテムとしてはやっぱかっこいいですね、うん、シンプルに。かっこいいですね、めっちゃね、うん、いいと思います。おすすめです。はい、おすすめです。はい、今回アメリカ便、ヨーロッパ便、合算でご紹介しました。ラインナップがやばかったですね。まあ皆さん米軍のね、トレーニングやレベル7系はご存知だと思いますけど、個人的にはチェコの M21 ですね。100年以上前からあるモデルが進化していく、この前期中期後期と揃っているこのラインナップは個人的にはたまんないです。今ならコスパ抜群なんで、ぜひ前向きにご検討ください。それでは皆様、またミリタリーウェアハウスでお会いしましょう。さようなら、バイバイ。うちもミリタリーちょっと待ってなんでや、なんでや。